おお、セットできない。遊んでたら大金終わっちゃった。じゃあ行きます。ダストチャンネル。ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん。ウルトラマン Z デラックスウルトラメダルウルトラマン Z デルタライズクローセットだ。イエーイ。こちらはウルトラマン Z のパワーアップフォームのウルトラマン Z デルタライズクローに変身するためのウルトラメダルです。ちなみにこれは同時発売されたウルトラマン Z デルタライズクローのソフビですね。こんな感じになっています。では早速レビューしていきましょう。まずはパッケージから見ていきます。パッケージはこんな感じで、ここには大きくウルトラマン Z デルタライズクローの姿がデザインされています。そしてこれが今回入ってるのがウルトラマンゼロビヨンドライズメダル。今回ライズメダルっていう名前なんだね。そしてこれがウルトラマンジードライズメダル。そしてこれがウルトラマンベリアルアトロシアスライズメダル。すごい長い名前だね。あ、これジードに登場したセットになってるんだね。あ、そういうことか。パッケージの後ろ側はこんな感じで、いつも通り変身遊びができて、必殺技遊びができて、あとはデータカード出すでも遊べます。さあ中出してみましょう。はい、中出しました。ではそれぞれアップで見てみましょう。まずはこちら、ウルトラマンゼロビヨンドライズメダル。中にはウルトラマンゼロビヨンドの姿がデザインされていて、背景は今回ゴールドだね。そしてメダルのこの枠の色もいつも赤だったのが今回ゴールドになっています。一周ぐるっと見ていくとこんな感じになっています。続いてこちら、ウルトラマンジードライズメダル。中にはジードの姿がデザインされていて、背景は赤になってるね。一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、それ以外のデザインは一緒になっています。最後はこちら、ウルトラマンベリアルアトロシアスライズメダル。中にはアトロシアスがデザインされていて、背景はパープルになっています。一周ぐるっと見ていくとこんな感じですね。ではウルトラマン Z デルタライズクローに変身していきましょう。カードはハルキを使っています。では行ってみましょう。カードをセット。とゼロをセット。次はジード。最後はベリアル。セットできない。すごいパワーだ。ゼットさん、力を貸してくれ。はい、では行きます。あー、大金終わっちゃった。遊んでたら大金終わっちゃった。改めていきます。はい、できます。おお、発音良すぎてね、聞き取れないんだけど、ウルトラマン Z デルタライズクローって言ってたね。では必殺技行きましょう。よいしょ。では長押し。できます。お、これなんて言ってたんだ。ゼスティウム降臨だって。メダルの個別音声は動画の最後に聞いていきますので、興味のある方はぜひご覧ください。ということで本日はデラックスウルトラメダルウルトラマン Z デルタライズクローセットを紹介しました。音声の感じもメダルデザインも特別感があって、最強フォームってだけはあるなぁと思いました。このメダルが増えたっていうことなので、もしかしたらまた新しいメダルコンボの隠し音声が聞けるかもしれないですね。もし見つけた人はぜひコメントで教えてください。ベリアロクもレビューしてますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダソリシャ、バイバーイ。では個別音声聞いていきましょう。まずはこれ、ウルトラマンゼロビヨンドライズメダル。必殺技。続いてはウルトラマンGドライズメダル。プリミティブ。では必殺技。では最後はウルトラマンベリアル、アトロシアスライズメダル。必殺技。